慶子様、真子様に明かされたポールダンスで男性国民を癒したいの願い。インペリアルアイドルのお悩み。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。女性皇族もキャリア形成の時代、現在、 女性の社会進出につれて女性皇族のキャリアプランも変容しているその先駆けが上皇陛下の長女黒田清子さんである学習院大学卒業後山科鳥類研究所の非常勤職員として公務をこなしながら勤務を続け現在は玉川大学教育博物館外来研究員となっている 秋田氏女王は A オックスフォード大で女性皇族として初めて博士号を取得しその後は公募採用で立命館大学絹傘総合研究機構ポストドクトラルフェローに就任陽子女王は学習院大卒業後日本赤十字社に6年間勤務し現在は社会福祉法人友愛十字会の総裁を務めており 高宮家の長女・少子女王は日本ユニサフ協会に嘱託職員として勤務しているまた秋篠宮家の眞子さま様は ICU 卒業後には大学院に入り研究を行いながらさまざまな役職を兼任し同時にさまざまな公務をこなしと多忙な生活を送られているようだそんな中恵子様はそんな中現在 珍しく大学卒業後に一切進学も就職もしていない女性皇族が秋篠宮家の次女恵子さまである昨年7月25日には家事流次公私職大部の定例で句が行われたがそこで記者から「恵子さまは普段何をされているのか?」という質問も出たすると シドロモドロの様子でライブからは「内心のお殿下はおかわりなくお元気です」との回答が返ってきたさらに続けて別の記者から「就職はされないのですか?」との質問も出たのであるが現時点では聞いていませんとの回答を最後には「公務以外の土産のお仕事は手伝っておられるのか?」という質問が出たところで 公的ご活動のほかに何をなさっているかというお話は控えたいと答え大部は質問を打ち切ってしまったどうやら秋篠宮家の職員にとって恵子さまのプライベートは非常に答えにくい質問の一つであるようだこれと同じ光景は今年に入ってからも続いている10月8日の定例レグで記者からコロナ禍も収束しつつありますが 今後の慶子様の就職・留学のご予定はありますでしょうか。と質問が出るや、家事大部は、ダンスなど文化活動に精力的に取り組みたいというご希望があるように伺っているとお茶を濁した。すかさず同記者が留学でポールダンスを学ばれたと伺っておりますが、国民の前で披露される機会はありますでしょうか。 ときり込んだところ、ダイブはポールダンスはスポーツとして国民的に認知されています。と声を荒げ、質問を打ち切ってしまった。諦めきれないダンスへの思い、敬子さまは大学時代にダンスサークルへの入会を断念され、ダンサーへの夢は諦めたかと思われていた。だがダンスへの熱は冷めず リーズ大学ではヒップホップダンスやポールダンスの技術を学ばれ帰国後も姿勢のダンスサークルに所属し鍛錬を続けていらっしゃるという昨年恵子さまがへそを出して腰をグラインドさせダンスされている姿が激写され国民に衝撃を与えた秋篠宮家と近い関係にある宮内庁関係者は次のように語る大学では紀子さまの反対もあり ダンスサークルへの入会を断念した恵子さまですが、密かに個人的にダンス練習は継続していました。そのダンスへ傾ける熱意は並々なならぬレベルで、ICU4 年生の卒業論文作成の時期にさえ、1日4時間もダンス練習に時間を割かれることもあったほどです。また、イギリスのリーズ大学での留学時には、パフォーマンス文化産業学科の講義を受講し、 ダンスの技術だけではななく、講演を企画する実践的な授業も受けられていましたもともと幼少期からフィギュアスケートを行っており中学1年生時には大会で優勝もしていますから運動神経パフォーマンスのセンスは抜群ですもちろん非常に熱心に取り組まれているダンスの実力もプロ顔負けのレベルのようですもともと天性のパフォーマンスのセンスに加え 凄まじい努力を重ねてこられておりプロダンサーにも全く見劣りしない実力を持っているそうである宮内庁は慶子さまのプライベートに関してひた隠しにしているがこれをぜひ国会してほしいとの国民の声は多い憧れはブラックピンクのリサ慶子さまは学習院高等科時代には k p o p ダンスのチームを組んで 文化祭などのステージでパフォーマンスを披露されれるるほど K-POP に熱い思い思入れがあるようだ学習院高等科時代から熱心に k p o p アイドルを応援していた恵子さまですが現在の一番のお気に入りはブラックピンクのリサだそうですセクシーな衣装で力強いダンスパフォーマンスを見せるリサのようなスタイルを熱心にご自身のパフォーマンスにも取り入れているようです 国民の前でパフォーマンスを披露したいのにそんなダンスに熱中している慶子さまの悩みは国民の前でダンスパフォーマンスを披露できないことであるらしい先の皇室関係者は次のように語る恵子さまがダンスの練習を続けられることに反対していた紀子さまとどうしてのダンスを続けたい慶子さまの間の妥協点がダンスをやっている姿をメディアで公開しないということでした 実は、のりこ様のこの方針は、フィギュアスケート時代から徹底しております。恵子こ様の学習院中等科時代にフィギュアスケートの大会で優勝された際には、報道各局から恵子こ様のスケート姿が映った映像を使いたいとの申し出が殺到しましたが、のりこ様の判断ですべて拒否し、結局、映像は公開されませんでした。しかしかながら、 圭子さまはこの紀子さまの方針に不満を抱いているというダンスは観客に見せるためのパフォーマンスですから当然その姿を人前で公開しないという紀子さまの方針を圭子さまは不満に思っていますたびたび眞子さまにリーズ大学で培ったダンスのテクを国民に披露して癒やしたいといった胸をこぼされていたと伺っています現在では 周囲の人々にあからさまに不満の声を口にすることもあるようです。もともと自由にのびのびと生きることを望まれている慶子様ですから、のりこ様の方針に不満を持つのも当然と言えるかもしれません。ヨートベデダンスを発表。現在、海外の王室では積極的に SNS などを活用している国も多いようである。 様はコロナ禍にあっては公務でビデオレターを積極的に活用している10月10日に行われた国際ガールズメッセのプレイベント式典にいこ様はビデオレターを寄せこれがヨトベなどに転載され美しすぎると絶賛されたこれに気をよくした流れでいこ様がリーズ大学で学ばれたポールダンスのパフォーマンスを披露される可能性もゼロではない もしそうなれば美しきインペリアルアイドルたる恵子こ様のダンスはすべての男性国民の心身を癒すことは間違いない恵子こ様のダンス友達でも現在はインスタグラムや YouTube などを活用してダンス動画を投稿するなど積極的に情報を発信している子なども多いでしょうもちろんの子こ様が反対されるでしょうから実現は難しいですが さまも周囲の友人などに触発されて SNS のアカウントを開設しダンス動画を投稿するようなことももしかしたら今後あるかもしれません仮に恵子さまが SNS や YouTube などの動画サイトのアカウントを開設すればすぐさま数百万のフォロワーがつくだろうとこの皇室関係者は語る今流行りの表現を用いるならスーパーインフルエンサーあるいは カリスマインスタグラマーとでも言ったところだろう果たしていつの日か恵子様が日本初いや世界初の女性皇族 YouTuber として国民の前でダンスパフォーマンスを披露してくださる時を期待したい本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。